串川村役所に勤務する公衆衛生看護婦公衆衛生看護婦とは、復帰前の沖縄県で定められた看護資格で日本本土における保健師に相当する。戦前は本土と同様に保健婦と呼ばれ、資格取得方法も同じであった。沖縄戦後の1951年に琉球列島前国民政府が看護婦養成学校法、 看護婦資格審査委員会令を交付し、公衆衛生看護婦の資格が規定された。不礼によると、看護婦を対象に養成講習会が開かれ、修了者に資格が付与された。1955年からは、専門の看護学校が設置された。復帰に伴い、公衆衛生看護婦は、保健婦の資格が付与された。1951年により、離島や 平基地などの無意村において、駐在制度を実施し、マラリアや結核などの感染症対策や、母子保健指導に従事した大な成果を残した。復帰後も沖縄県の事業として続けられた。なお、地方分権に伴う市町村保健府の拡充と地域保健法の施行に伴い、1997年3月に沖縄県における駐在保健府制度は廃止された。 ありがとうございます。